ワイの鳥をプレゼントしたら、鳥の苦手な君は3メートルも飛び跳ねた。僕にとっては君に対する精一杯の気持ちだったのに、君にとっては僕のこの気持ちは余計なお世話だった。僕にとって大切なことは君にはそうじゃないかもしれない。だけどたった一つ忘れないでいてね、誰かを思いやる気持ちを。例えば君のその夢を笑う人もいるだろう。だけどどんな夢も強く願っていればきっと叶うから、君にとっては大切なその夢もあの子の夢とは違ってて、君はあの子と夢の狭間で悩んでいるんだね。一人一人の夢や声はとても小さなものなのかもしれない。だけど誰かの響きになりたいから、ここにいてもいいかな。とても小さなものなのかもしれない。だけどその夢を全て叶えたいから、僕はここにいる。一人一人の夢の形をこの大空に描いて、たくさんの夢が描かれたならば大きな夢になるだろう。大きな夢になるだろう。大きな夢になるだろう。Gracias.